今度は、グルーブを今度はキャッチして自分自身で推進力をつける。どういうことをするかっていう、今度はバックビートを感じさせながら吹けるってことですね。どういうことかっていうと、例えばクラップハンドでワン、ツー、アン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 、このバックビート、このバックビートを感じさせるためには、で、このアイリアルを使ってどういうふうにするかっていうと、まずはそのバックビートはで、とりあえずハーモニー感はどういうふうに養うかっていうと、この3者の推進力が同じようになるように、ちょっとやってみますね。で、今度はこっちがグルーブを引っ張る、引っ張るように、ただし、グルーブ感は3者でやっぱり推進力、その時に必要なのは、今度はニュアンスをつけてレイドバックしたり、いろいろ今度はグルーブをこちらから変えるトレーニングですね。変える時に必要なのは